はい、またその時間です。今日はね、久しぶりに神話考察系を主にやっている、大人の学校の太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大人の学校の太郎です。お願いします。ずっと前からね、太郎さんのワンピース考察を聞きたいということを言っておりまして、はいはい、やっとね、それができるということで、はい、今回お呼びしました。ありがとうございます。なので、2本目がちょっとあるかわからないんですけども、とりあえずこの動画はですね、はい、ワンピース考察を話していただきたいなと思っております。はい、まあ、元々はね、こう、僕はあんまりワンピース、まあ、買って、まあ、軽く読むぐらいだったんですけど、はい、こういう都市伝説とか神話とか考察し始めてからずっとこう読んでない時期があったんですよ、はい、でそんな中でマットさんとね、仕事場で一緒になって、うん、楽屋でね、うん、軽くこの知らないなりに考察してると、ちょっとマットさん的につながりがあったみたいな。そうですね、なんか全然知らないのに読んでる人かのごとくの考察をされていて、はい、僕がワンピースの見方として、はい、最初の方はあの小学校の時とか、はい、中学校の時に見てたんで、普通に子供ながらの楽しみとして一巡目読んでいて、はい、でだんだん大人になってくるにつれて、はい、その子供の頃では見えなかった社会を知ることで分かってくるような内容もあるじゃないですか、はい、大人は大人なりの楽しさを見出し、で、はい、3週目が、はい、都市伝説を知ってから、ね、また新たな発見があるなっていうところがあって、そういう楽しみ方ができたので、都市伝説好きな視聴者の皆さんもそういう視点で見ていただけたらいいなと思って、今回太郎さんにね、考察していただきたいと思いました。ワンピース好きですけど、はい、そんなこうガッチでこう読み込んでる感じないので、はい、まあある程度ね、ちょっとこう言い間違いとかもあるかもしれないんですけれども、はい、そこはご了承いただければなと思っております、はい、ワンピースは皆さんまあ聞いたことはありますもんね。まあ 100% 聞いたことあるでしょうねね、海賊王になりたいとこう願ってるね、少年ルフィが、はい、イーストブルーというね、東の海から冒険をスタートしてみたいな、まあ、それでもいろんな都市伝説とかになるじゃないですか、はい、例えば D の一族とか、ね、D の石みたいな、そうですね、いろいろな都市伝説があったりとか、考察とかっていうのもいろんな方がされてると思うんですけど、やっぱ小田栄一郎先生はすごいなというか、まあ、僕のまあ一考察ですけれども、はい、全てはここに詰まってるって話をしようと思います。ここというの一巻の扉へ、扉へ、扉へって表紙ですね。表紙すごいもうここにいろいろな都市伝説の答えが描かれてるんじゃないかと、はいはいはい、でキーワードとしては、まあ、僕はやっぱ都市伝説とかこういう神話考察がメインでやってるので、カゴメカゴメです今日のキーワード。その考察は聞いたことないかもしれない、はい、これがワンピースの、まあ、最終的な結論になってくるんじゃないかと、お、まあ、そういうようなお話をこの一巻の表紙を紐解きながらやっていこうかなと思います。すごい楽しみです。で例えば、はい、D の一族とかね、はい、モンキー D ルフィっていう主人公みたいな、はい、そうですね、あとはマーシャル・ディ・ティーチっていうね、はい、こう黒ひげっていう、まあね、まあ、ライバルですよ、そうですね、やつがいたりとか、はい、いろんな D 持ってるじゃないですか。いっぱいいますね。同じ D の一族と言いながらもいろいろな思想を持ってたりとか、そうですね、敵になったりとか味方の D がいたりとか、そうですね、ありますよね、はい、で僕も昔こういうワンピースの考察をちょっと取り込んだ動画も作ったことがあって、うん、その時は D の意志というのはスサノオの意志であるっていう、まあ、ちょっと神話につなげるような話をやってたんですね、はい、でそこと、まあ、結論的には変わらないんですけれども、もう一つ、まあ、これももしかすると、まあ、有名なあの解釈かもしれないんですけれども、うん、その D のヒントが、うん、ここにまず書かれてるんですよ。それがロマンスドーン、ドーンっていうのは夜明け、はい、夜明けですね。で僕最近そのマットさんのね、こう動画コラボさせていただくということで、うん、この和の国編とか、はい、まあ、その一個前のね造編とか、はい、その前のドレスローザ編とか、まあ、いろいろな編があるわけなんですけど、はい、そうですね、そのあたりを読み返してたらですね、夜明けっていうキーワード結構やっぱ出てくるんですよね。出てきますね。猫マムシも世界の夜明けを待つなんとかと、そう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 だから夜明けを導くものを待ってるみたいな、はい、和の国だとね、はい、まあ、そういうような言葉があったりとかしていて、でまあ要は夜明けっていうのは、まあ、日が昇っていく状態っていうことですよね、はい、まあ、そういうところで、まあ、太陽神っていうキーワードも最近のワンピースでは出てきたりとかするんですけれども、そうですね、この太陽との関わりっていうのがあると思うんですよね、はい、でも一方でじゃあなんでそういう夜明けを導こうとしているのが、まあ、例えばその D の意思がこのドーンだとすると、うん、そうじゃないやつもいるわけじゃないですか、敵というか、あ、はい、だからルフィの敵みたいなね、邪魔してくるやつもいるわけじゃないですか、はい、つまりこれ何かっていうと、この D の意志、 D の一族っていうのは少なくとも2種類あるっていうふうに僕は考えてるんですよ。もう D の一族が2種類、そう、 D っていうアルファベットっていうのはもともとギリシャ文字、うん、あのアルファベットってアルファベータって言ってギリシャ語がルーツなんです、はい、そうなんです。ギリシャ語の A ってアルファ、そうですね、 B がベータ、これアルファベータでアルファベットなんですよ、はい、でアルファベットのルーツであるギリシャ語で言うと D というのはデルタ、なんか三角形の記号なんですよね、はい、でこれが例えばヘブライ語とかね、まあ、フェニキア文字とかに、ね、遡っていっても三角形の文字を使うんですよ、うん、この D っていう、はい、つまりこの D というのは上向きの三角形
角形と下向きの三角形があるように、まあ、六芒星でよく表されますけれども、はい、上の向きの、まあ、陽といいますか、うん、ものがあれば陰もあると、うん、まあ、そういうふうに考えているんですよね。なるほどなるほど。そうすると夜明けの逆、はい、ドーンの逆って何かっていうと黄昏、要はこう日が沈む時、これをダスクって言うんですよ。昔タランティーノが出てる映画で、はい、フロムダスクティルドーンっていう夕暮れから夜明けまでっていう映画があるんですけれども、はい、まさにドーン対義語はダスク、うん、ダスクっていうのも D から始まるんですね、うん、つまり夜明けを待ち望む一族たちと日が沈む、うんうん、夕暮れを待つ一族っていうような意思2種類あるんじゃないかなっていうふうに考えているんですよ、はい、うん、これまさに上向きと下向きの統合、うん、これがまあこの後にまた出てくるんですけれども、カゴミ歌でも夜明けの晩に鶴と亀が滑った、確かに滑ったというのはね、統合する滑ったっていうような解釈もされたりとかしますけれども、はい、夜明けの晩なんですよ。カゴメがね、六芒星を表してるっていう、そう、カゴメが六芒星を表してるっていう、まあ、都市伝説ありますけれども、はい、まさに夜明けというのは、まあ、ここで言うところのドーンなわけですね、はい、でよくよく考えると、はい、夜明けの場所から始まるんですよね。ルフィの冒険というのはイーストブルー、はい、東の海から始まるんです。そうですね、太陽は東から昇るんです。おお、確かに。しかもそのルフィがいた場所、村が風車村っていう村なんですけど、はいはい、その島のことをドーン島って言うんですよ、うん、そうですね、まさに日が昇る場所からルフィの冒険は始まっている、はい、でしかもこれ見てください、ここにいろいろな答えが書いているっていうふうに僕は解釈してるんですけれども、うん、はい、海賊とか、まあ、そういう島とかね、海の絵を描くときって描きがちですよね、カモメ。あ、そうですね、なんかこういうね、はい、M みたいなマークが描きがちですよね、はいはい、カモメの語源ってカゴメなんです。あ、そうなんですか。はい、やば。つながりました。だからここでまさにもうカモメ、カゴメというものを、まあ、象徴してるんじゃないかと、はい、っていうのがまず一つあるんですよね、はい、でそういうふうに考えていくと、今、まあ、僕が最近読み直した和の国編って、まあ、すごく日本神話とマッチするようなことってたくさんあって、で基本的にあのワンピースって海賊同士の争いですけれども、うん、中に能力者っていうね、悪魔の実というものを食べると、はい、まあ、いろんな能力、例えば主人公のルフィだったらゴムゴムの実って言ってね、そうですね、こうね、自由に体が伸びるみたいな、はい、そういうものがあるじゃないですか、うん、その和の国のところでいうと敵役の方にオロチというやつがおって、はい、そいつのね、悪魔の実で変形するのはヤマトノオロチ、ね、そうですね、しますね、はい、あとは日本の妖怪みたいなね、はい、能力を持つような敵キャラが出てきたりとするわけなんですよ、うん、でまさにここすごくポイントだなと思ったんですよ、はい、つまり夜明けがあるってことはやっぱり日が沈むところっていうのも必要なわけなんですよね、はい、そうですね。で和の国っていうと、まあ、日本を、まあ、モチーフにしてるっていうのはなんとなくわかると思うんで、はい、日本だから日いずる国、はい、だから日が昇る場所なんじゃないのって思いがちなんですけれども、はい、まあ別に漫画では和の国は日本とは言っていなくて、そうですね、まあ、一応日本みたいなニュアンスは地名で残ってるんですよ、はい、例えば九州をモデルにしてるんじゃないかって言われている九里っていう地名があって、ね、はい、いろいろまあそういうようなね、まあ、日本は一応メインにはしているんですけれども、うん、基本的に和の国編っていうのはそういうようなニュアンスが結構強いんですよね。例えば最終的に、まあ、これは本質的な意味ではないんですけど、味方だった人たちがね、蘇ったみたいな、うん、そういう描かれ方しますよね、うん、死んだと思ってた人たちがね、はい、最終的にこう出てきて、はい、蘇ったみたいなね、はい、そういうようにこう結構地をイメージするようなものっていうのが結構多くて、例えばその鬼ヶ島っていうね、はい、あの島があって鬼退治をするみたいな、うん、でこれ日本神話でいうと鬼っていうのは、まあ、スサノオで例えられることが多いんですけれども、うん、スサノオっていうのは別名はゴズ天皇っていう、ね、別名を持ってたりとかして、スサノオが統治している場所っていうのが根の国という黄泉の国だったりするんで、割とそういうようなニュアンスが日本神話で描かれていたりとかするんですよね、うん、そういう意味で和の国とこのドーン島っていうのは 割とこう対になっている、結構まあポイントになってくる場所なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、はい、まあ、そういうような解釈で見ていくと、この和の国というのはいろいろな、そのさっき言った国とかっていうのに各地方のね大名とされている存在がいて、一応まあ月をモチーフにしてるんですよね、まあ、ここもなんかちょっと詩っぽいじゃないですか、太陽が星っていう風に日本神話では描かれていて、どちらかというと月というのは暗闇というかね、夜のイメージっていうようなイメージがあると思うんですけど、まさにその大名の中には月がつく、例えば光月家、これ栗の国のね大名、そうですね、その和の国編の主役になるような一族ですよね、うん、はい、がいたりとか、あるいはこう天の月とか言ってね、はい、天月家とか、はい、あるいは雨の月とか言ってね、はい、渦月家とか、そうですね、まあ、そういうようなまあこう大名がいたりとかするわけなんですけれども、はい、結構都市伝説的に面白いのがこの光月家っていうのはもともとは石工の一族だったっていうふうに描かれてるんですよ、ね、あの
世界中に散らばるポーネグリフを掘った一族に、ね、そう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 、海賊王になるためには、うん、そういうね世界中に散らばったポーネグリフの文章を読解して、うん、はい、行って、まあ一つなぎのね基本ワンピースを探していくみたいなのが大筋だとは思うんですけれども、ね、まさにそのポーネグリフを作った一族っていうのが光月家、うん、でこの光月家の家紋とされているのが、はい、鶴のマークなんですよね、はい、で鶴のマークに面白いのがですね、真ん中に、まあ、一般的には供養門と言われているものに近いマークがデザインされているんですよね、はい、真ん中に大きい丸があって周りに8個の丸がこう囲んでいるようなものがある、はいはい、まあ、これ一応太陽のマークなんですよ、うん、例えば海賊団の中には太陽の海賊団というね、うん、海賊団がいて、その太陽の海賊団の海賊旗にはその中心に丸で8個の丸があるみたいな、はい、あ、そうでしたか、はい、あれ太陽のマークなんですよ、はい、あるいはこのアラバスタっていうね、うん、王国があったりとかして、これ結構エジプトをモチーフにしている、はい、まさに太陽の国ですよね、はい、あそこのアラバスタ王国の紋章っていうのもあの太陽のマークなんですよ、うん、っていうように太陽をモチーフにしてるんですけど鶴のマークが施されている、はい、これが今言っていたカゴメカゴメの鶴と神が滑ったの、まず鶴の場所、つまり僕は何が言いたいかというと、うん、この和の国編の光月家というのはまさに夜明けの晩を迎えるためのまず一つの鍵を握っている、うん、一族っていうのがこの光月家なんじゃないかなって思ってるんですよね、うん、で面白いのはこの和の国編ではですね、太陽神が登場するんですよ、はい、ルフィがボスになるようなね、はい、相手とカイドウっていうんですけど、うん、もうめちゃくちゃ戦うんですけど苦戦をするわけですよ、うん、でその時に一回は負けてしまうんですけれども、はい、そのゴムゴムの実という悪魔の実にはもう一つの側面があるってことが判明するんですよね、はい、本当の名前というか、はいはいはい、ですよね、はい、そう本当の名前、はい、それは人々の実のね、太陽神ニカ、そうですね、ニカというのはワンピースの中で出てくる神様ですよね、太陽神、太陽神っていうね、はい、その太陽神ニカをもう宿した、うん、ルフィっていうのはそのカイドを倒しましたというような話なんですけれども、うん、はい、この月のシンボルがたくさん出てくる場所で、うん、太陽が出てくる、まあ、まさにねこの和の国の光月家というのは相方 となるねミンク族っていうね、はい、まあ、動物の、まあ、獣人ですよ ね、 そうですね、の一族とすごく手を組んで、はい、彼らはずっとこの夜明けを導くものをこう待っていたっていうような伝承があって、まさにその夜明けを導く存在っていうのがこの太陽神ニカだみたいなニュアンスで描かれていったりするわけですよ ね、 すね、はい、この太陽神ニカが登場するシーン、これねよく見ないとわからないんですけど、はい、ある音が流れるんですよ、心臓の音じゃなくて、これ心臓の音なんですかね、このドン、そうですね、ドンドッドッドッ、そうですね、心臓の音ですね、心臓の音が鳴るわけですよね、はい、このドンドッドッドっていう音を、はい、別の全然違う回にも登場するんですよ、はい、ある儀式で、はい、あ、なんかご存知な感じですね、はい、空島、そう空島編、はい、で空島編っていうのは和の国編からかなり昔、そうですね、昔というのは時系列的にっていうよりはこうストーリーの流れ的に、そうですね、関数でいうとだいぶ昔の巻で、二十何巻みたいな、そうですね、その空島編っていうのはモンブランローランでしたっけ、ノーランド、ノーランドか、モンブランローラン400年前のね、詳しいですさすがですねこの、まあ、ノーランドっていうね、はい、男がですね、まあ、黄金の島を見つけた言うて王国の調査でいろいろ調査してたんですけど、うん、その時に、まあ、黄金の、まあ、都市シャンドラを見つけて、うん、それをいろいろそこで紆余、まあ、曲折あるんですけれども、うん、そこの原住民たちと結構原始的なあの儀式をしてるんですよね、なんか病気が流行ったって言って、はい、これはもう神のたたりだって言って、そうですね、生贄を出せって言って、はい、女の子をね、はい、生贄にして、はい、その時に太陽の神に捧ぐみたいなニュアンスが書かれてるんですね、太陽の神とか雨の神とか自然の神様に生贄をしますよってことで、まあ、そこで太陽の神っていうワードがまず出てくるんですけれども、はい、その儀式をしてる時に太陽神ニカが現れる時の音が同じね、うん、あの擬音で出ているんですよね、うん、まあそういうことがあって、まあでも実はそれ科学の力とか医学の力で治せるんだよっていうようなことで、うん、まあ治すんですけど、うん、その生贄にライスかけた女の子をノーランとか救出して助けて、村の人たちというかね、その原住民のシャンデリア、シャンドラか、はい、シャンデリアって言いましたね。シャンドラに住んでいる人たちの、まあ、病気を治してね、はい、それをまあ王国に一応報告するんですよ。で、その王国がその黄金見てみたいっていうことで、こう行くんですけど、はい、そしたら、その黄金の都市、シャンドラがなくなっていたと。
今思ったんですけど、ノーランドってそのランドがないからノーランドなんですか。ああ本当だ、確かに面白い。確かにね、ランドがなくなってるから。確かに面白い。さすがです。まあね、小島がなくなってたって言って、はい、それでまあ嘘つきノーランドっていう話として、まあ、受け継がれていってみたいな。そうですね、現在まで受け継がれてる。そうで、その、はい、まあ、末裔となるね、男とあのルフィ の, この海賊団は出会って、はい、あ、それが実はこう空島にあったんだっていうことが分かってっていくっていうようなストーリー、ね、島が空に飛んでっていたっていう、っていうのをその空島に行って実際にチャンドラの片方がね、うん、黄金都市があったというような話ですよね。先ほど言ったように、うん、このシャンダラを見つけた存在、うん、この儀式のところで、うん、この和の国のこの太陽神ニカとのつながりちょっと出てきたと思うんですけど、はい、このシャンダラを最初に見つけた男、モンブラン・ノーランドって、はい、モンブランって栗なんですよ。栗ですね。和の国に栗っていう地名があるんです。確かに。しかも和の国の中心っていうか、この主役となる一族、はい、光月家が改めてこう都市を開発していく、はい、最初スタート地点が栗なんですよ、はい、栗から始まるんですね、はい、しかも和の国というのは、まあ、日本もそうでしたけど、うん、ジパングってね、黄金の国ジパングって呼ばれてましたけど、うん、その和の国自体も、うん、黄金の国と認識されていた時代があったわけですね、うん、ここで黄金というキーワードがつながってくるんですよ、はい、要は何が言いたいかというと、この空島のシャンドラの一族とこの和の国の一族というのは何らかの形でつながっているんじゃないかっていうふうに思うんですね、うん、で興味深いのは、はい、空島を目指そうと思ったきっかけの時、うん、一番最初何が起こったかというと、うん、これ二十何巻とかの話ですよ、はい、ルフィがいつも通りこうね、海を航海していると、はい、空から木の破片が落ちてくるんですよ。で、何何ってなってたら、はい、船がドーンと落ちてくるんですよね、はい、その船落ちてきて、実はそれは、ある王国のね、まあ、船だったってことは後から分かるんですけれども、はい、その後にこの空島を予感させるような、まあ、シーンがあるんですけど、うん、そのシーンの時にワンピースの話の中で唯一と言っていいぐらいめちゃくちゃ巨大な亀が出てくるんですよ。あ、出てきますね。出てきますよね、はい、多分僕が調べ直した結果、はい、まあ、亀に関するキャラクターって3パターンしかないんですよ、うん、そのうちの一つが、うん、カメカメの実っていうものを持ってる、これもミンク族なんですよ、ね、ああ、ペコムズです。ペコムズ、そう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 、はい、というキャラクターと、はい、あとはカメみたいな乗り物、砂漠をこう走る、うん、バロックス、バロックワークスの時なのかな。あ、誰かカメ乗ってましたよ。なんかカメみたいな、はい、あの乗り物があったと思うんですよ。まあ、はい、なんかそういうのがあった。まあ、もし間違ってたらすみません。まあ要はカメってなかなか出てこないんですよ。うん、巨大なカメが出てくるんですけど、これって僕ある比喩だと思ってて、うん、実は落ちてきた船自体も船首がちょっとカメっぽくなってるんですよね。うんうんうん、でさらにその船の海賊旗というか紋章っていうのが丸に4つの三角形でちょっと亀っぽくなってるんです、はい、でもうちょっと言うとこの船の名前がですね、セントブリス号っていうふうに言うんですけど、はい、ブリス王国から出た船だっていうことで、よくね船の名前にはセントって作りますけれども、ね、ワンピースの中でセントっていうとある一族がよく使う名前なんですよね。その一族っていうのが天竜人という、そうですね、姓ってつきますよね。そう、天竜人のキャラクターってみんなセントなんちゃらみたいな名前が出てくるわけじゃないですか、うん、でこの天竜人ってどういう人物かというと、まあ、ちょっと説明するの難しいんで、ちょっとマットさんお願いしてもいいですか。普通にね、一般人が世の中にいるじゃないですか、うん、その上級国民みたいな、うんうんうん、世界を統治する上級国民みたいなのが天竜人ですね。まあ現実世界でもね、都市伝説界隈でも、うん、例えばロスチャイルド家が支配しているとか、はいはい、そういう話がありますけども、そのロスチャイルド家から、まあ、個人的にはチャルロスっていう名前を取ったんじゃないかなとかも思って、そうそう、そういうような、はい、まあ、天の竜の人と書いて、うん、まあ、これもちょっと竜というキーワードが出てくるんですけど、天竜人、うん、一説にはね、月からやってきた一族と関わりがあるんじゃないかとかね、あるいは神と呼ばれていた時代もあったりとか、うん、そういうような一族たちをこう天竜人なんて言うんですけれども、うん、天竜人のマークっていうのも形はちょっと違うんですけど、うん、丸に4つの三角なんです。上に三角が3つついてて、はい、下に1個ついてるなんかあの竜の蹄みたいな、あ、そうそうそう、一応ねあれ竜の蹄がモチーフついているんですけど、僕亀だと思ってるんですよ。つまりこれ何が言いたいかというと、はい、天竜人というのは結構高いところで住んでるわけじゃないですか。ますね、マリージョージアっていうね。マリージョアです、ね。あ、マリージョアか。ジョージアじゃない。はい、マリージョアっていうね、はい、高いところに住んでるもう貴族ですよ。世界貴族と呼ばれてる一族ですよ。はい、で、彼らのシンボルが亀なんですよ。で、和の国というのはどちらかというと、根の国に表されるように地なんですよね。はい、地に住んでる一族が鶴なんですよ。ここ反転してるんですね。亀と鶴が滑るっていうのは、亀というのは大地を支える。はい、まあ、要は昔はね、亀の上に
球儀が乗ってるみたいな、見たことあるかもしれないですけれども、神というのは大地を表す存在で、鳥というのは天を表す、空を飛ぶ、うん、鶴は天、神は地っていうような構図なんですけれども、はい、これ逆転してるんですよ。してますね。天竜人が神のシンボルにつながっていて、はい、和の国の甲付家っていうのが鶴を使っている、はい、実はこのワンピースの世界っていうのは逆転してる世界なんじゃないかっていうふうに思ったんです、はい、つまり弱気を導くものというのは反転する時代、うん、一回あったものがそれが逆転するものをこう弱気っていうふうに捉えているのであれば、はい、本来の今見ている世界っていうのはこう善悪というかね、それが逆だったんじゃないかと、うん、要は天竜人というのは神と呼ばれている存在、うん、でこの神の天敵とされているのがディーン一族なんです。そうですね、天敵っていうふうに作中でもちゃんと出てきますから、ね、そうそうそう、はい、つまりですね、この天竜人がもしディーンっていうものを持つ存在が現れたのであれば、そのディーンというのは実はダスクの方で、その夜の方の一族、夜明けをね待つ一族っていうのが、まあ、太陽っていうような形でこう逆転していく。日本神話でいうと国譲りなんですよ、はい、天孫が降臨して国つかみが国を譲ったみたいに、今はそういうような構図だけど、それが逆転していくっていうようなストーリーになっていくのがこうワンピースの今後の展開なんじゃないかっていうふうに思ってるんですね、はい、なるほどですね。そうですね、はい、でもうちょっと言うと、ただ単に倒して終わりじゃないんですよね、はい、この鶴と神の滑りというのは天竜人である神とそれを逆転させようとする人たちがこう共存していく、これはまさに神と鶴が滑る状態だと思っているので、そうした時にこれが混ざり合う状態、そこのキーとなるのが和の国だと思っているんですよ、はい、まさにこれ和化の和、あーなるほど、はい、和化の和になっていく、はい、そのために和の国というのはすごく重要な場所として今後も取り沙汰されていくんじゃないかなっていうふうにちょっと考察してるんです。そうですね、まだね開国もしてないですから、ね、そう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 、これ開国した時っていうのがこの天と地をつなぐ、まあ、最終決戦が始まるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えてますね、はい、あとちょっと話戻りますけど、はい、以前亀が竜になるみたいな話してましたよ、ね、ああ亀なのねイベントでね、はい、しましたね。それもやっぱり天竜人の紋章が亀っていうのに繋がるんじゃないですか。そう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 、確かにね、はい、そうそう、亀もそうもちろん竜に繋がっていくと思いますんで、要は中国のね神話とかではこの竜の子供は亀であるっていう風な文章があったりとか、うん、まあ、日本のねおとぎ話浦島太郎の話とかでも、乙姫って基本的には竜宮城の姫なので、竜の姫のはずなんですけど、亀姫っていうような書かれ方をされている、はい、伝承も残ってたりとかするんですよね。だからこの竜と亀っていうのはすごく近いような関係性だったりとかするんです、うん、まさにこの亀の甲羅っていうのがね竜の鱗に通じていく、まあ、そういうような風に考えていくと、この天竜人が亀の紋章を持っててもおかしくないかな。そうですね、まあ、そういう風に思ってるんですよ、はい、ただこの天竜人にはですねめちゃくちゃ謎に包まれた存在がいるんですよね。はい、はい、イム様です。そう、イム様です。天竜人の頂点に立つ、頂点に立つ人物で、でそのイム様の存在は世界中の人ほとんど誰も知らないと。そう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 、世界中が知ってる天竜人の頂点は五老星なんですよ、うん、その五老星はイム様の存在を知ってるんですけど、その上にいるイム様の存在は世界中の誰も知らないっていう構図ですね。そうそうそう、で面白いのが、まあ、これねマットさんも考察されてる、まあ、まあいろんな方がね考察されてると思うんですけど、はい、イム様ってカタカナで書くんですよね、はい、でそれで、まあ、カタカナのイと、はい、カタカナのムだから、はい、仏とかっていうように言ったりとかするわけです、はい、そうですね。でまさにこのイム様っていうのは、まあ、仏に通ずると僕も思っていて、うん、まさに仏というのは、まあ、仏教が起こったのってインドから始まっていくわけなんですけれども、はい、月の信仰とすごく深い関わりがあるんですよね、うん、仏教って、うん、例えばこの釈迦が悟りを開いた時っていうのは満月の夜だったみたいな伝承が残ってるように、月と仏ってすごく関係性が深いんです、はい、うん、そういうふうに考えていくと、このイム様、前の名前がネロナイムっていうのが分かってて、ネロナっていうのがカタカナでネロナで、合わせるとねネにロとナでこう申すっていう字になって、まあ、神仏なんじゃないかっていうような考察があったりとかするんですけれども、はい、僕は大きく仏だと思っているというふうな前提で話すんですけれども、まさにこのイム様っていうのはこの仏教仏に関係する存在で、よくよく考えるとこのイム様っていうのはもともといた場所っていうのはドン島だったんじゃないかなと思ったりするんですよ、はい、それはなぜかというと、先ほども言ったようにドン島っていうのはドンっていうのはねこう夜明けっていうのがあるわけじゃないですか。でこのドン島には先ほど言ったようにルフィが最初に、ね、出発する風車村っていう村があって、うん、
でそこには王国が隣にあるんですよね、うん、そこの王国の名前をゴア王国っていうんですけど、ゴアってインドの地名なんですよね、はい、あ確かに。なのであそこって結構太陽が昇る場所だったりとかするので、うん、月とこう太陽が入れ替わるっていう意味ではすごく関係性が深いような場所だと僕は思っているんですよね、まあ、そういうふうに考えていくと、まあ、仏っていう存在、まあ、イム様っていうのを象徴するのが月だとするのであれば、うん、まさに神とされている、要は神の天敵、神とされているのが太陽神ということで、このニカとイムっていうのがすごくこう対立構造になって、僕最終的な決戦ってイム VS ニカだと思ってます。なるほど。まさにニカとイムってイとニなんですよね。イチとニ。ああ、なるほど。だから今日はこうね、元々の出所は一緒なのかもしれない、うん、まあ、月と太陽ってね、日本神話でも世界の神話でも結構表裏一体の関係で描かれたりとかするんですけれども、うん、でも表裏一体がゆえにこう近いような存在でもある、うん、だからこそ対立もしてしまうっていうようなニュアンスも含んでると思うんですね、うん、だからこのニカとイムっていうのが最終決戦になってくるっていうふうには思うんですけれども、はい、ここでじゃあイム様って一体何なのかというふうに考えた時に、うん、はい、イム様はですね、まあ、仏なんですよ。で不老だというふうに言われてますよね。ずっとこう生き続けている、ね、そうですね。これなんでかっていうと、もちろんこの月の話が出てきた時に、まあ、ね、例えば医者のね、オペオペの実とかっていう食べた存在キャラクターが出てきたりとかして、まあそういうちょっと不老不死みたいなニュアンスっていうのもテーマとして描かれたりとかするんですけれども、うん、なぜ不老かというと、イム様の立場ってルフィでいうところのニカだと思ってるんですよ。つまりある実があって、で、はい、その身の本質的な名前、だからニカもある意味不老なわけですよ。ルフィに宿る場合は別のニカがいた。ああ、なるほど。イムもずっといろんなこの身に宿りながら、はい、いろいろなこう能力者にを渡っていってるんじゃないかと。だからこそ不老なんですよ、はい、じゃあ今のニカがルフィという器を見つけたように、現在のイムというのは誰の器で動いているか、それがここに描かれてるんですよ。え、ここに描かれてる、カモメです。ワンピースのキャラクターの中でカモメが象徴的な人物が一人いるんです。ああ、戦国です。そうです、頭に乗ってますよね。頭に乗ってるんですよ、うん、で戦国って面白いのが、うん、人の身なんですよね。確かに。しかも大仏なんです。大仏だだから現在のイムの正体は戦国だと。はい、ワンピースの本編ではないんですけど、こうコミックスを買うといろいろなこう質問コーナーとかがあって、織田栄一郎先生がファンサービスでいろんな質問に、ね、答えていったりとか、はい、そのキャラクターの幼少時を描いたりとかするんですけど、その戦国って柔道着みたいなのを着てて、はい、書道で、うん、あの戦国時代の戦国って書いてるんですよね、はい、そういうようなあの幼少期の絵を載せてるんですけども、はい、僕戦国は千の石だと思ってるんですね、はい、つまり石工だと思ってて、はい、戦国のルーツとしては、まあ、先ほどねちょっとイム様自体はこのドーン島になるんじゃないかって話をしたんですけど、はい、その器になっている戦国自体は和の国になると思ってるんですね、はい、和の国の光月家というのは石工職人なの で、はい、まさに戦国というのはその石工の地を受け継いでいる存在なんじゃないかと、うん、戦国っていうのは海軍の元元帥です。そうです、今はちょっと隠居みたいな形でね、そうですね、非常に回ってるんですけど、はい、この戦国 VS ルフィ、まあ翻っては、うん、ニカ VS イムで最終決着をつけ、はい、そしてこの天竜系とこのドーンのね、はい、夜明けを導く存在が、はい、このね太陽神ニカというのは解放の戦士でもあるんで、解放してその身分というものを全部撤回して、はい、特に先ほどゴアという場所っていうのは、うん、インドはカースト制がすごく、うん、あの厳しかった場所なんで、うん、そういうような階層っていうものを解放して、うん、それをもうみんな平等というかね、うん、取っ払って共存していく、うん、これをつなげるのが和の国であると、うん、まあ、そういうような展開で、この和こそが一つなぎの秘宝ワンピースなんじゃないかなっていうふうに考察しております。 なのでここに全部載ってるっていうのはそういうことなんですね、はい、ゾロというのは和の国の血を持っていることが最近分かりました。そうですね。でルフィは太陽です、はい、で僕モンキー D ルフィというのを日本神話のモンキーというのは猿、はい、で D というのはタだっていうふうに考えていて、うん、モンキー D というのは猿タだと僕は思ってるんですね、うん、つまり猿タというのは導く存在であり、はい、太陽神であり、最終的には海で溺れて亡くなるんですよ、うん、猿田彦ですね。猿田彦は、はいはい、まさにルフィもその能力を持ってね、うん、海で溺れるように、うん、まあもちろんね悪魔の身の能力を持ってるとみんな海に溺れるっていうデメリットを負っちゃうんですけれども、うん、特にルフィっていう存在に関してはまさにそういう存在だと、は
で、猿田彦は導く存在でもありますし、あとは風の神様っていう、うん、まあ、別名も持ってたりするんですよね。そうなんですね。まあ、そういう意味ではルフィっていうのはルーフ、ルーフというのはですね、風神に戦士を向けるっていう意味があるんです、はい、つまり風に関係しているんですよ、はい、だからまさにこのルフィが風を巻き起こす、うん、だから風車村で、なるほど、はい、風車、風ですね、はい、でもどちらかというとこのルフィというのは太陽神ニカとして今後君臨していくので火なんですよ、うん、でどちらかというとこちら天というか、はい、でゾロというのは和の国の地、はい、でナミというのはこの天と地をつなぐ、うん、この天と地を陽と陰というふうにするのであれば、まあ、自然の元素でいうとですね、うん、陽が火であると、うん、陰というのはね、うん、水であると、うん、でこの火と水、うんだけでは陰と陽の、まあ、共存にはなるんですけど、東洋の対極図を見ていただけると分かるように、うん、あれ渦巻いてるんですよね。その渦巻くこの陰と陽を動かしていくのは風なんですよ、ね、うん、だから日本語で火、風、みって言いますけれど、はい、火という位置っていうのは火であると、はい、みというのは水であると、はい、その間には風があると、で世っていうのは世の中に広がっていくっていうことで火、風、み、陽なんですけれども、まあ、ここは見えないですけど、後にですね入れ墨、あ、はい、まあ元々ねこう奴隷だったんで、アーロンっていうねそういう対象の入れ墨だったんです、それを消して、うん、オレンジと風車の入れ墨入れますよね。そうですね。まさにここでは天候を操る風の役割を僕はしていると思ってて、うん、ここでも火、風、みが揃っている、なるほど、そういうような絵であると、はい、でさらにその火、風、みというものがこう揃って和合されている状態がカゴメであるのであれば、うん、ここにカモメが描かれているのも、うん、そういうようなものもこう小田先生は考えていたんじゃないかというめちゃくちゃ深読みですそうですね、それがロマンスドーンであると、はい、ここはまあ冒険の夜明けというね、はい、副題が出てますけれども、はい、世界の夜明けでもあると、はい、これがワンピースだ、はい、見てみたらなんか見えてきません？この麦わら帽、はい、海から太陽が昇っているように見えますね。そうですね。これが夜明けなんですよ。おお、すごい、まあ、というような、まあ、一つのお話でございました。はい、はい、濃すぎてどこの感想言ったらいいか分かんないけど、もうとりあえずすごいとしか言えない。いえいえ、まあ、まあもちろんねこじつけっぽいところもありますけど、僕もねそんなワンピース好きですけど、はい、ワンピース考察されてる方よりはこう読み込みは薄い方なので、うん、僕が知ってる知識で、まあ、繋げてみたっていうだけなんですけど、うん、はい、でもこういう風な視点で見ていくといろんなところがこう納得するんですよね。そうですね。 あとはちょっと言い忘れてましたけれども、結構このワンピースって、まあ、和の国はもう特にそうなんですけれども、はい、日本のおとき話が結構出てくるんですよ、うん、例えば乙姫っていうね、うん、こう竜宮王国というね、こう海 あの王国に乙姫っていう存在が出てきたりとか、きます、ね、あとは、まあ、金太郎っぽいようなキャラクターが戦闘丸、はい、出てきたりとか、はい、まあ、これは和の国ですけれども、光月のね一族には桃之助っていうね、うん、ちょっと桃太郎っぽいような、うん、まあ、そのね桃之助とルフィが一緒に鬼退治をしに行くっていう話になっていくんで、鬼ヶ島に行くって話なんで、桃太郎っぽいような要素があったりとか、ね、勢力的にはね、あの桃之助がいて、まあ、ルフィが去ると、あ、そう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 。ミンク族が犬嵐と犬と。ああ、なるほど、なるほど。で、マルコが来て、鳥だと。なるほど、なるほど、なるほど。面白いですね。はい、でね、きびだんごね、出すような女の子みたいな、ね。そうですね。あ、あと、浦島も出てきますよね。出てきますね。で、和の国編で。はい、でそう考えていくと、日本のこういう、まあ、おとぎ話というかね、そういうような古典的な童謡みたいなね、話で、なんか足りないぞと。和の国結構月のこと言ってるのに、うん、足りないぞっていう話あるじゃないですか。うん。秋鳥物語。そうですね。かぐや姫って誰なんだろうってなるんですよ。はい、で、僕、今3人候補がいて、はい、実はもう3人ともかぐや姫の一族、まあ、月から来た一族をかぐやと呼んでたんじゃないかっていう説もあるんですけど、はいはい、それも話していいです、はい、それなんでワンピースにおけるかぐや姫の役割をする存在、はい、ポイントなのはやっぱ月から来ているっていうところがポイントになってくると思うんですよね、うんうん、まず第一候補っていうのが先ほど言った光月家の、まあ、桃之助のお父さんにあたるのが光月おでんという、うん、あのお父さんがいるんですね、うん、でお母さんが天月時、そうですね、はい、という女性がいるんですよ、はい、でこれなんかタイムスリップしてるキャラクターなんですよ。時々の実って言ってね、そうですね、800年前から来たんでした。そう、800年前から来た、よーし覚えてますねそう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 、過去には戻れないけど未来に行けるっていうのは ね、 そうですね、能力を持っている存在で、はい、天月時っていうのは月から来ている存在である可能性が高いと、うん、なぜならば育ての親は和の国のはずなんです、うん、で竹取物語ってかぐや姫を発見するおじいさんがいますよね、うん、あれあの讃岐の宮津湖って言うんですよ、うん、で和の国の地名を見てみると九州をモデルとされているであろう栗があったりとか、うん、うどんっていうところがありますね。うさぎのどんとか言って、はい、うどんって香川県なんですよ。香川の旧国名讃岐なんですよね、はい、
で、このうどんの地域を治めていた大名、天月ではないんですけど、はい、雨の月と書いて、はい、渦月なんです、はいはい、おそらく本来は天月だったんですけれども、うん、雨っていう字も雨って読みますよ ね、 そうですね、で天という字も雨って読みますよ ね、 すね、だから正体がわからないように託したんじゃないかなと思ってるんです、はい、だから本来このうどんの国を治めていた雨月の一族っていうのは月と関係している一族なんじゃないかなっていうふうに思うんですね、はい、よくよく考えてみると月がついてるね、風の月で風月があったりとか、はい、天の月でね雨月があったりとかって言いましたけれど、はい、雨の月の雨月だけ、はい、雨月なんですよ。あ、そうなんですね。はい、図なんですよ。図、はい、に点々、はい、図って DU で D に繋がっていくんじゃないかなと思ってて、はい、この雨月の一族っていうのは夜明けをね目指す一族なんじゃないかなって考えると、この時っていうのはこのかぐや姫の候補としては、まあ、一つあるんじゃないかと、うん、よくよく考えてみると、この時とおでんの息子である桃之助には妹がいて、うん、はい、妹って日和っていうね、火の輪とかですね、そうですね、火の平和の輪とかいて日和がいるんですけど、うん、音楽やるんですよ、はい、三味線を鳴らすんですけど、はい、いつも演奏している音楽っていうのが月姫、はい、だからこうかぐやの血を引いているってことを暗示しているって考えると、かぐやの可能性もあると、うん、もう一つアラバスタ、はい、アラバスタの、まあ、王女は今はビビという王女、はい、一時期はね麦わらの海賊団と仲間共にしていた一族なんですけど、はい、このアラバスタ王国の、まあ、最初の女王みたいな存在、これもともと天竜人だったけど、天竜人になりませんって言ってアラバスターの方にね、こう逃げていくというか、うん、天竜人を降りた一族がアラバスター王国っていうのを作るんですけれども、はい、ここが太陽のシンボルなんですね。で、アラバスタっていうのは石膏って意味なんですよ。だから石と関係するんですよ、はい、で、しかもその女王の名前っていうのがネフェルタリディディディでしたっけ。で、はい、D の一族ってことが判明しているんですよね、はい、だからこれ夜明けの一族、うん、しかもこのリリーというのは当時を弟に任せていたっていう記述があるんですね、はい、これも思いっきり邪馬台国に卑弥呼とやってること一緒なんですよ ね、 そ う、 すね、はい、そういうふうに考えていくと、まあ、ここも結構ねそのかぐやの候補というかね、まあ、かぐやをこうね卑弥呼とするのであれば、まあ、通じているところがあるんじゃないかなっていうのもありますし、かぐやを卑弥呼とする、ちょっと言い忘れてたんですけど、時がかぐや姫で、その娘っていうのが現代のかぐや姫だと考えるのであれば、日和ってちゃんと火が入ってるんですね、はい、だからこれもまあ卑弥呼的な要素もあるんじゃないかなっていうふうには思っていて、はい、結構近い存在だと思うんですよ、でこのイムがこのビビを手に入れたいっていうふうに思うようなニュアンスもあったりとかするんで、まあ、そういう意味でこのビビの一族っていうのも結構かぐや姫っぽいなと、でもう一つこのリリーが月の一族なのであれば、リリーを国名にした場所があって、そこがアマゾンリリーなんですね、そこのボアハンコックっていうのは一番ヘビで、クジャ海賊団っていうね、旧のヘビの海賊団って、旧の頭なんですね、まあ、要はクズ竜みたいな日本でいうところの、まあ、そういう風にすると、あの太陽のシンボルマークって真ん中に丸があって周りに鉢あるんで、9個の頭を持ってるヘビ、まあ、竜とも考えれるんで、つながりっていうのは結構ねこの和の国とも出てくるんじゃないかと、でこのハンコックがルフィのことはめちゃくちゃ好きなんですけれども、そういう風にこう恋慕ってるのも、まあ、太陽神ニカということをこう認識して恋を焦がれてるんじゃないかなっていう風に考えると、なんかかぐや姫候補っていうのもまあいくつかあって、この3人のうちの誰かがかぐや姫の可能性もありますし、はい、この3人が3人ともこの月の一族たちと関係している可能性もあるんじゃないか、はいはい、そういうふうにも思っております。はい、いろいろつながりました、はい、ちょっと多速でしたいえいえ、はい、というような感じですかね。はい、いろいろあるんです。結局ちょっと分かんなかったのが、はい、卑弥呼がかぐや姫っていうのはどういう、卑弥呼がかぐや姫というのは太陽の巫女なんですよね、うん、そうですね、火を神様として使える巫女なんですよね、はい、で日本神話的に言うと太陽を祭祀する巫女っていうのは、まあ、月の性質を持っていることが多いんです。あ、そうなんですね、はい、日本のこう太陽神アマテラスにつく存在っていうのが豊受けの狼という、まあ、月の神格を持っている神様だったりとか、うん、まあ、そういうようなあのこともありますので、うん、火を拝む神様っていうのはそれ自身が太陽神っていうよりは月の、まあこうね、つくという意味、はい、まあ、そういうような意味合いでかぐや姫と卑弥呼っていうのを繋がってると。なるほど、はい、僕の第一候補はやっぱ天月時の一族なんですね、うん、やっぱあそこは富士山がありますので、ちょっと木の花桜姫っぽいじゃないですか、うん、あ、そうですね、なので木の花桜姫ってよくねかぐや姫みたいなね、はい、ことがあったりとかするんですけれども、うん、まあ、そういう意味ではこのリリーは手紙を残してるんですよね、はい、かぐや姫は不老不死の薬と、はい、まあ、衣を置いていくんですけれども、はい、こう残すっていう意味ではね、なんかそういうちょっとつながりもちょっとまあこじつけっぽいですけれども、はい、あったりとかね、はい、あとハンコックはなんかこうなんか香水みたいな、はい、なんかこう技使いますよね、使いますね、
あんま僕も詳しく、はい、ちょっと名前出てこないですけど、フィルムなんとかとかね、ありますよね、はい、だからそういう香水っていうのは家具、家具わしいってことで家具屋さんとか、まあ、そういうようなところにもつながっていくんじゃないかなと、逆に石にするっていうのもなんかつながりそうですね。ああ、そうですね、確かに確かに確かに、まあ、そこのつながりっていうのも結構あるんじゃないかなとか思ったりするんですよね、うん、はい、ありがとうございます。そんな話でございました。まあとにかくね、今回の本文としてはこの、ワンピースの謎っていうのは一巻の表紙でこう描かれているんじゃないかと、はい、まあ、そういうようなお話でございました。はい、はい、大きすぎて何にも言葉出ないし、その先ほど の鶴と亀が、まあね、カゴメ歌がもうこうキーになってくるんじゃないかっていう話で、はい、鶴と亀が滑ったあの鶴というのがこの光月一族、うん、で亀というのがこう天竜人、うん、が滑るっていうのは統一するってことなんですけど、はい、統一の塔は滑るっていうふうに書きますが、はい、日本語的に言うとスメラの事、うん、まあ、天皇の能っていう字も滑るっていうふうに読んだりとかするんですよね。そうですね、天皇のことはスメラの事って言いますよね、って言いますよね、はい、で面白いのがこの月の一族と関係する、まあ、キャラクターがいるんですけど、うん、火竜ドンっていう技があるんですよ、はい、火の竜のドンって言うんですけど、はい、このドンはもちろん先ほどのドーンの夜明けって意味があるんですけど、はい、夜明けを導く存在のこのドンをどういう字で漢字を当ててるかっていうと、はい、スメラで当ててるんですね、はい、つまりこのドンというのは王であるっていうようなニュアンスも含んでるんじゃないか、うん、まさにこうニカというのがね、この神であり、うん、その天と地を据えるためのドン、海賊王であると、うん、まあ、そういうふうに考えても、まあ、面白いんじゃないか。そうですね、はい、そういうような考察。ルナーリア族っていうキングですね。そうそうそう、あの街道海賊団のキングっていう、まあ、アルベルっていうキャラクターがいるんですけども、そうそうそう、まあ、ルナーリアっていうことでね、個人的にはルナのリア、月の裏側みたいな意味合いなのかなとは思ったんですけど、僕も月の人って意味でルナーリアン、だからエイリアンみたいな、みたいな感じ、みたいな感じかなと思ってて、はい、アルベルって面白いのが、はい、アルベルって僕の中ではもう完全にアベルなんですよ。アダムとイブっていうワードとかも宝珠アダムとか、幼珠イブっていうような、まあ、木の名前でアダムイブっていうような名前がワンピースに出てきているんですけれども、うん、アダムとイブの子供ってカイン、アベルなんですよね、うん、最初の2人の兄弟って。ニカって NICA で書いたら、はい、並べるとカインになるんですよ。CAIN、はい、だからニカとこのルナーリアンって結構対になるような、そのつまり僕、うん、イムがそっち系なんじゃないかなと思ってるんですよね、はい、そのルナーリアンっていうのも白い髪、うん、でニカというのも白い髪っていうので結構共通してる部分もありますし、うん、これがアベルとカインの存在で、うん、しかもこの旧約聖書ではカインの方がアベルをまあ殺すって言い方ですけれども、うん、まあ これを漫画チックに言うと倒すっていうような形なので、うん、カインであるニカがアルベルというね、うん、アベルの一族っていうのをこう倒すみたいな、うん、そういう展開だったら面白いんじゃないかな。そうですね。でもうちょっと突っ込んでいくと、はい、このカインとアベルの後には三男坊のセトっているんですよ、はいはい、でワンピースの登場人物でセトという名前を持っている人が一人だけいるんですよね。あ、空島の、そう、シャンディアの、はい、そのシャンディアの英雄とされていた、はい、まあ、最初ね言っていた生贄にされる女の子と結婚する男の子がセトっていうんですよ、うん、つまりここでこれが400年前の話でしたね、はい、あれ、つまり現在のシャンディアに生きている人たちっていうのは彼らの末裔でもあるわけですよ、うん、彼らは要はこのね、セトの一族、旧約聖書のセトの一族がノアとかアブラハムとかにつながっていくんで、はいはい、そうですね、まさにこのシャンディアっていうところにつながっていくんじゃないかな、うん、まあ、そういうふうにも思っております。だから実はこのシャンディアで登場していたセトも今後何か関わってくるんじゃないか説もあります、うん、はい、結構重要人物ってことですもんね。はい、そうです、そういう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。皆さんもね、あのどう思ったかをぜひコメント欄に書いていってほしいんですけども、はいはい、太郎さんもね、はい、最近は結構忙しくて動画出してないようですけど、はい、あのこういったね、濃い考察が出されておりますので、はい、ぜひね、あの大人の学校も見ていってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ご視聴ありがとうございました。